はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は群馬県安中市曹洞宗龍河山雲門寺副住職古谷光大さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。今週は古谷光大さんとおしゃべりをしてきましたが、今日が最終日となりました。あっという間なんですけど、はい、これまでの勝ち組を目指して、やっぱね、その社会とか他者から動機づけられて生きる人生、会社員時代から永平寺、で、こう自分の中から湧いてくる他者への貢献であったり、そして、その中でやれる限り頑張ろうっていうね、自分で自分を律するというか、そういうちょっと二つの世界を生きてみて、で今、その経験、自分は永平寺で経験してきたものをにもっと多くの人に、それこそかつて自分が働いていた場所にいるような人たちに経験してもらえたらいいんじゃないかっていう、で、いいと思うんですよ。いいと思うんだけど、なんかそういうものって多いですよね、なんかね。そういうものって一括りにするわけでもないんだけど、多分それを目指しているんだろうけれども、果たしてうまくいっているんだろうかっていう、例えばこうなんとかリトリートみたいなものとか、でリトリートってカタカナなんで日本語にすると日本語にもしにくいですけど、退却とか、一旦こうなんていうんですかね、避難するというか、引っ込む、そしてリトリート、座禅リトリート2泊3日とかね、森の中でのやってみたり、都会で疲れて、そのシャバで、でリトリートに行ってまた、元気になってちょっとリフレッシュして元の世界に帰っていくっていうのは、なんか本当にそれでいいのかなっていう気もするところがあって、それってなんかむしろ問題の本質をね、とりあえずこう先送りにしてるだけのような感じもして、それこそ極端な例だとマインドフルネスを、その戦場にいる兵士にがより心を穏やかに、そして、より何でしょう、変な話よりピースフルな落ち着いた心で任務を遂行できるように取り入れるみたいな話も、あるわけで、でも多分その古谷さんが言ってること、やろうとしてることはそれとも違うんだろうなと思って、そこら辺なんでしょうね、こう具体化していくときに、割とね、その自分が良かったの、大切だなって思っていたことを表現、パッケージにして表現しようとすると容易になんか違うものに変質してしまうみたいなことってたくさんあると思うんですよね。確かに、その罠に陥らずに何ができるか、
そうですね。思うのはさっきのなんちゃらリトリートとかもそうなんですけれど、うん、まあいわゆる仏教に通じている人が一般の方に何かをこう提供するっていう構図が今だと思うんですね、うんうん、要は一般の人たちがなかなか触れることができないものを、まあ、そこにまあ申し込むなりアクセスすることによって、うん、まあ非日常な体験へと誘うパッケージになっている、うん、要は一般の人がその非日常の方に向かっていく方法が多いと思うんですけれど、私が思うのは逆で、お坊さんがその一般の世界の方に向かっていく、入っていく、で一緒になって、そこにお坊さんがそこに身を投じてった中で、さっき言った例えばそのリトリート合宿で得られるようなそのリフレッシュとかがもしあるのであれば、体験してもらうんじゃなくて、自分が身を投じて一緒に過ごす中で感じて取ってもらうなのか、うん、気づいてなかったことに触れてもらうきっかけを作るなのか、うん、来てもらうのか自分が行くのか、うん、ここの構図だと思っていて、より具体化してって考えると、お坊さんがその一般の社会の方に向かっていく環境、それがさっきの章でも話した、でも実際蓋を開けてみると、お坊さんのみんなに、若いこれからを担っていくお坊さんたちは向かっていく発想すらない。それは彼らが悪いんじゃなくて、それをもう選択肢から覗いてしまってた、多分その環境が、うん、その術を知らないだけで、うん、その選択肢があった時に、あ、そうやって生きていくのもありなんだお坊さんがっていうのを バックアップするものが今ないから、うん、お坊さんがそっちに向かって行きづらい、入り込んで行きづらい、そうですね、環境になってるんで、なので、まあ、まずその数少ない今の現状なので、自分がその一般社会の方により最善に立って動いていくことが、後進に続く、また来年再来年って永平寺に修行にしに行く人とか、お坊さんになろうっていう人は、まあ数の大小は置いといているわけで、例えばじゃあ古谷光大が YouTube でお経をラップにしてたっていう前例があれば、あ、それやっていいんだっていうのを次の世代の人たちが見た時に、うん、あ、それ OK なんだったら、自分だったら今度こういうアプローチで他のことやってみようって言ってやってくれる人がもしいれば、それは一般社会に向かっていくお坊さんがまた一人増えていくわけで、自分がその前線に立って歩いていけば、みんなも歩きやすくなるし、ないしは自分も先に歩いている人たちがいれば、あ、そうやって行っていいんだと思ったら、ちょっと後ろついてきながら、でも自分にしかできない方法もあるだろうし、あ、じゃあ今度こっちの道で行ってみようとも思うし、迎え入れるんじゃなくて、こっちから歩いていく。うん。そのためには、私だったらその、たまたまヒップホップが好きでラップが好きっていうアプローチで、それをやりましたけど、みんなその好きなこととか、やれることは違うわけで、それと、お坊さんっていうのを、掛け算して、それぞれが違う表現方法で、みんなが歩いていけば、一人が頑張んなくても、みんながちょっとずつそれを頑張ったら気づいたら、一般の社会に意図せずして
仏教とかに触れてたっていう、うん、世界になりうると思うんで、そのためにお坊さんかける何か、お坊さんかける〇〇っていうのをしやすい環境、両立しやすい、うん、さっき言った急にじゃあお葬式とか法事とかが入るからこれやりたかったけど諦めてやっぱりお坊さん一本でじゃなくて、うん、それもやりつつ自分のやりたいこともやりつつすることが必要なんじゃないかなと、うん、そうですね。お坊さんをやりつつって言った時にまあほぼ多くは、まあ、僕なんかはだいぶ珍しい方ですけど、何が珍しいかって法事とかお葬式とかをね、うん、まあ、ほぼほぼ やっていない、別にやっていないのがいいことっていう話じゃなくて、うんうん、今はそういう形なんですけど、うん、だいたいみんなね自分の寺があって檀家さんのお葬式法事をやるっていう、うん、でもそれは何をするにしてもそのまあシャバにね出ていくにしてもやっぱすごい大切なベースだなとも思うわけですよ、うんうん、まあ であるがゆえに僕もなかなかないけどでも機会さえあればなるべくそのお葬式とか、うん、そういう場所にもたまにはね出ていきたいなと思っていて、はい、そういう形でお坊さんとして人に関わるっていうこともしたいなと思ってて、うん、やっぱそのこれ産業層、うん、働いている人たちに、対話によって働きかけるお坊さん活動をしていても思うんですけど、うん、お坊さんがそのシャバに出て行った時にうん、発揮する存在感って普段から死に触れているっていうことってすごい大きいと思ってて、うん、で今って人生100年時代、うん、寿命が長くなってじゃあその分みんながゆったりと生き、うん、人生をこう振り返ったりしながら内省的に生きるようになったかっていうと決してそんなことはなく、うん、そうそう修行中にお送りしたグッドアンセスター、はい、じゃないですけど、はい、ありがとうございます。永平寺にも本届くんだと思って、あ、そうですね届きました、ね、よかった、はいはい、途中で没収されなかったあ、はい、最後まで行きました、うん、そうみんなやっぱ短期思考というか寿命は伸びたのに生きる時間軸が短くなってしまっていて、で寿命が伸びたがゆえに死ぬのなんてまだまだ先だと、なんならいずれ死ぬ存在であるということすらなんかどっか忘れてしまうような、うん、そんな時代に入っていると、でそうするとこうキャリアのことを考えても、うん、なんかいつまでも生きているような感覚っていうのか、うん、人生有限だっていうことを忘れた中でこう自分の、うん、人生であったりキャリアであったりを考えてしまいがちになると思うんですよね。そこにいやいやとまあ私もお葬式とかご法事でいろんな方の死に接するんですけどっていうところから話し始めるのってすごいまあパワフルで本当に他に出せない、まあ、カウンセラーの人とかもそうだろうし、まあ、コンサルとかも違うだろう、コーチも違うし、うん、まあ、お医者さんだって、まあ、確かにターミナルケアとかやってれば人の死には触れるかもしれないけど、でもやっぱ語り方が違いますよね、はい、全然ね、うんうん、だからなんかそれはねすごく実は大事なベースで、うん、両立っていうねそのお坊さんの兼業って言った時に、うん、普段お寺にいてお葬式法事やっているのともう一つ何かっていう、でもこのお葬式法事をやっているっていうところがあるからこそ
出せるものって、そうです、ね、うん、確かにねあると思うんですよ、うん、そうだと思うんです、うん、そう、やっぱりお坊さんやってるがゆえにその私たちにしかできないことあるのは事実なので、それをいかんなくというか、自分のできうる範囲で 100% パフォーマンスするためには、それがこう一部の人じゃなくて、なるべく多くの、まあ、お坊さんがそうできるように、これからお寺にじゃあ生まれてくる人たち、ないしはお坊さんになりたいなっていう人たちがしやすいようにしていくことが、今から準備しなくちゃ、うん、もしかしたらもうちょっと遅いか、本当にやり出さなきゃいけないぐらいの時期だと思うので、うん、今の仏教界の問題はこうですじゃなくて、うん、これからなりうる人たち、ないしはこれからを生きる社会の人たちに、じゃあ自分が何ができるかっていうのを考えていくように考え方も変わったし、まあそれは永平寺に行ったっていうのもありますし、そのグッドアンセスターの本を読んでもそう思いましたし、リンクしてきたので、うん、これからを生きていく人たちに自分が何ができるか、それが指針になってきましたね、うんうんうん、これからを生きる人たち、これから、まあ、生まれてくる世代もね、はい、いるわけだし、フューチャージェネレーションのことがずっとグッドアンセスターにも書いてましたけど、はい、いや、よかったな、あのタイトルがカタカナだからそれで没収されるのかなと思って大丈夫です、あの浄土真宗のお坊さんの人の、あの著作ですって言ったら、うん、あの大丈夫でした、あ、そうよかったです、やっぱりお坊さんの肩書きに助けられました、はい、だったらいいってことだった、はい、うん、まあ先祖の話だし、はい、大きな意味では一緒ですかそうか、いやーなんかあれですね、いろいろ、ご一緒できることもありそうな感じが、まあ、話しながらもしたんで、はい、これから探ってみますか、いろいろ、ぜひぜひ、はい、A 評価を求めずに自分のやれることをやっていくっていうことを学んできたんで、そうですね、うん、そうですよ、そうそう、それこそグッドアンセスター、うんうん、未来の世代に A 評価をもらうぐらいな感じで、そうですね、そういうことですねそういうことだな、うん、いきますか、はい、はい、じゃあ今週本当にありがとうございました、いや、こちらこそありがとうございました、ね、あのフレッシュな声を届けてくださって、はい、はい、ではでは、まずはちょっとシャバに馴染んでいただければと思います、はい、はい、ではありがとうございます、ありがとうございました、さよなら、さよなら。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。
ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
どかにせんこと問い願うところ本日三景各格最小少女諸縁吉祥ならんことこのポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。